おちゃん、えいちゃん、元気くん、たかしさん、えいちゃん、あおちゃん、たたみっちさん、えふしびやさん、しゃけさん、お肉さん、あおちゃん、のみみずさん、ようくまさん、ありがとう。あ、くま天使タワーなの、ありがとう。やっぱりくま天使タワーちゃん、ありがとう。ハトシンさん、あら、ありがとう。かわいいね。消えちゃうんだね。うん、田舎の鳴らすの気になりますか。じゃあね、 ST48 のクラコンっていう番組があるんですけど、その公式サイトの方のにあります。キープテタワー、ありがとう。こんばんは。いえいえ、ありがとう。うん、ボム見たよ、ありがとうございます。そう、天才の、うん、今日はありがとうございます。あ、そうだそうだ、ちょっとこうしとこ。面白い。サトシンさん、ウフフのフ、ソーヤンさん、ズーさん、ヒラリンハットさん、ソーヤンさん、タテ様、ライムちゃん、レイクさん、セイヤンさん、ヒデのヒデさん、マサトシさん、ソーヤンさん、クニコさん、ヒデのヒデさん、エイちゃん、カズさん、セイヤンさん、あ、ありがとう。ずっと待機画面から進まなくて諦めた。え、お話し会のこと？嘘、進まなかったの？メールで特別に見せた。え、誕生日の方お二人いらっしゃる？え、それはちょっとどういうこっちゃ。それはピエンすぎるぞ。以前あった？あるみたいなんだ。じゃあまた今度待ってるね。うーん、そっか、それやだね。あ、誕生日の方、津田ひろはみさん。誕生日おめでとう。素敵な一年になりますように。あとサーヤン神推しになりますように。ハッピーバースデー。そうそう、キングレコードさんに問い合わせてみてくださいね。もしね、あの、話せなかったとかね、そういうのがあった時には気軽にキングレコードさんにご連絡してくれたらなと思います。あともう一人、
気づいたら買ってました。ありがとうございます。あシューポンさんおめでとうございます。ね、お話し会でも言ったんですが、素敵な一年と、あとサヤン神推しの一年にしましょう。お二人ですね、おめでとうございます。あ、30分ぐらい待ったことある。あ、そんなに待った、そんなに待つ時があるんだね。もしかしたらかもしれない。一回戻ったら OK。 ね、ありがとうございます。そうそうそう、お、対応してくれてよかったよかったよかった。うん、気軽に気軽に、また明日もお話し会よろしくです。やった、今日も買いすぎる。楽天さんの方でサインが当たる。ちょうど1年になりました。お、1年記念日おめでとうございます。いろいろできるもんね、時間変更っていうか、押し増しで時間移動できたりできるみたいですね。たくさん落としました。クレーンゲームかな、私クレーンゲーム苦手なんよね。今夜試合決まってる。お、クラコ見てきました。めっちゃシュールでした。見に行ってくれたんですね。そう、シュールなんですよ。今日はね、メガネでした。メールで送った感じです。うん、ありがとう。明日もよろしくです。さらに美しくなりました。嘘、クラコンのね、あのクラコちゃんに乗ってます。ご飯ですよ。昼公演ぬ、びっくりした。なんか14日お昼と夜、あれなんか昼と夜に僕の太陽公演するんだっけな。んですよね。面白い。お友達から来ました。あんなできなかったんね、びっくりした。あ、え、あ、27も、あ、あ、27ね、27が追加ね、びっくり、初めてですよね、びっくりなんだけど。でももしかしたらファンの方に会える機会が増えたことはとても嬉しい。どうしよう、昼と夜で。うん、ごめんね、ありがとう、教えてくれて。ねえ、もしかしたらさ、なんか最初 夜だけだったよね。なんか夜が時間があれでって方がいらっしゃったかもしれないから、お昼だけ来れる方とかも結構ね、ファンの方ねいらっしゃるので、あまり昼ってないからね、なんか貴重なんですけどね。お昼なら行けるかもって方いらっしゃるよね。私ね、嬉しいな、嬉しいな、嬉しいな。
ありがとうございます。あ、確かに昼公演って太陽じゃんね。まさに。まさに太陽じゃん。あ、本日から3日間限定の申し込みなのでお早めにお申し込みくださいということで、あ、3日間限定だって。もう悩んでる期間が少なく衝動って感じですね。あ、夕日はまだ早い確かに夕日まだ見えない。さやかちゃん元気ですね。楽しみにしています。太陽と夕日が交差してるね腹筋私何回でもできるんですよ腹筋何回でもできるの。公園はね、僕の太陽公園です。配信は見に来るときに見に来てくれたら嬉しいなって思います。同時に3月7日の分も受付中。お、ありがとうございます。同時に3月7日も受付中です。うん、無限にできると思う、ね、アーカイブありますね。あ、そっか、ひまわり MC も2回するんですね1日にこれはちょっと昼もちょっと昼に調子いい感じじゃないと夜に引きずるやつじゃないかあ、厳しい。うん、そうだね、船がね春で役目を終えてしまっちゃうから。1日に2回ネタを考えないとあ、昼と夜でメンバー変わる？あ、じゃあ私違う？私もしかして違うかもしれない。うん、大丈夫、私全然昼も夜も、あ、どっちも、あ、いた私。お、じゃあ昼と夜もあの全てを出し切りますので(笑)ダブルヘッダーっていうの、そのことダブルヘッダーってなんだろう私どっちも出る、出演できるみたいです。やった。はい、もうね、昼は体力が有り余ってるじゃないですかね。で、夜は全てを出し切るので多分どっちもあの私ですどっちも私です。あ、1日2個試合すること。ほう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 、そういうことか。なんかかっこいいですね。野球の言葉ですね。なるほど。お、ありがとうございます。419日ね。私はね、でもね、船はね、席がね、もうね、決められてる指定席なんですよ。指定席だからね、私はね、前半はどっち来いかな、
上手が多い。チョコ降ってきた。あ、前半しがで前半下手だ。前半下手が多くて、下手でもこれ、みんなから見て左側が多い。みんなから見て左側が多い。後半はみんなから見て右側が多いです。曲によってね、私ね、あんまり真ん中がないんですよ。絶対端っこなのでね、右端か左端かなので。うん。でかといってね、反対側にいるかといってね、私がその見てないとは限らないので、いつ列車が来るかは分かりません。あ、ビンゴですかね。真ん中はビンゴは真ん中かな。あとは全部アシカかな。ペンライト見てるよ。そう、席はもうね、指定席なんですよ。もうね、決まってるんですよ。視線感じるでしょ。ふとしんさん、ありがとう。キューピッドクマ、聞いたかも。ありがとう。バイ。ショールームはカラオケ配信とかしたりします。お、可愛いサーヤンは左側。かっこいいサーヤンは右側。確かにそうかも。確かに確かに。そうかもしれない。ペンライトは赤と黄色です。後半はね、かっこいい曲、クールな曲というか多いですもんね。でもランランランとか未来の果実とかそういう笑顔系はそうだよね。プリンセスの術、私赤と黄色だよ。カラオケ配信レアだね。まあ、歌うこと好きなんだけどね。STU48 カレー、あ、STU48 カレー食べたって。私も食べたいよ。海賊王の気分味わえ、船に乗ったら味わえるかもしれない。船に乗ることってあんまりないですもんね。乗れることって、うん。ありがとう。
ゆうきさん、りんさん、神戸のマーチさん、ヒーロさん、えいちゃん、くま、ありがとう。わ、なんかラブレターとラブレターたくさん、ありがとう。シャッケーさん、りんさん、せいやんさん、たくやさん、しろのさん、くにひこさん、たかおたんじろうさん、キックさん、せいやんさん、てんれつさん、ひいろさん、はたるんさん、かくさんのじぎさん、しろのさん、こべのまっちさん、ひょひとさん、ひらにいさん、くにひこさん、さけさん、ひらにいさん、きつねさん、F 渋谷さん、なべこさん、ひでのひでさん、バルタンさん、マイセンタン、すごいラベタいっぱい藤田もつさん、ラリバーさん、ゆうさん、マイセンタン、和平さん、小太郎さん、ありがとうございます。こんばんは、サーヤンです。Wi-Fi？ 嘘、私大丈夫かな。 Wi-Fi は、 Wi-Fi というかね、テザリングしてるんですけど、今日漏れてる。私今日顔がね、顔のコンディションがね、多分いいんですよ今日あ、ラブレターだわ。船ね、たまにね揺れます。でも天候によって変わりますね。ラブレタータワーありがとうすごい量かと思ったら、でしょ。なんかね、今日朝起きたらね、二重もねいい感じでね、びっくりしたの。今日撮影があったらと思ったけど、なかった。今日レッスンだった。ラブレタ、ラブレタワーラブレタワーだな。酔いだめ？酔いだめはね、心配な方はまあでもしてた方がいいかもしれない。ツヤツヤ？ハイライトかな。最近ここにハイライトするのに溜まってるの。そう、今日はレッスンしてからのお話し会でした。ありがとう。好きかもしれません。お、ありがとうございます。みんなボムとか買ってくれて。メイク上手？嘘。やったんだ。鼻ツヤツヤって言われたらちょっと気になってきた光？確かになんかこうしたらなんかめっちゃめっちゃなんかわかるよね。全然ハードつけてないですよ。ありがとう、心配してくれて。そう、あの EX 大衆さんは、そう、あのインタビューですね。うん、全然グラビアとかじゃありません。花のファン、私のね友達とかもね、みんなね私の花好きなんですよなんかかっこいいって言われる私の鼻あ、耳。そう、シャキーンみたいな、シャキーンみたいな。直接見たらめっちゃわかるかもしれんのかな。お、ありがとう。今日買ったよ。耳が好き。そう、鼻めっちゃ褒められます。あと口角かな。
多分私の友達とみんなめっちゃ話が合うかもしれない。本当にね、なんかね、私あんまり友達いないんですけどね、友達になった子はね、私の愛が強いんですよ。私への愛が、あら、苦手意識あったお話し会は、でも上手、楽しかったってよかった。あれやん、そう思った以上にね、ボムさんのページ数も8ページと豊富なんですよ。嬉しい、ありがたいですね。でしょ。そうそう、めっちゃ、そうそう、もうね、なぜかわかんないけどね、世界で一番可愛いってね言ってくれるんよ。めっちゃ面白い。なんかさやこより可愛い子になんか出会ったことがないとか言ってくるんですよ。もうね、面白い。ね、ボムさん、なんかさっきコンビニで見つけたよって方いらっしゃいました。サヨン推しと同じこと言ってる。私は絶対そんなことはないっていう。そうそう、だよ。あ、それ知ってる。顔面国宝それなみたいな。あ、まあねって知ってる。まあね。そうそう。そう、あのね、あのね、私驚愕したことがあって、今日ね、こっそり見てます。こっそりボム見てます。今日ね、お話し会でね、メガネをしたんですけどね、メガネした後にね、お話し会終わった後にね、あの今日ね、2時間目がね完売だったの。ありがとうございます。2時間目ね完売で、あの産休画像をね撮ったんですけど、そう、すごい、そう、平日なのに完売だった。そう、だからね、あの今日2時間目に来てくださった方はね、産休画像がもらえるんですけど、そう、すぐ撮るんですけど、その場で、そうそう、うん、でね、メガネしてね撮ろうとしたらね、メガネダメって言われたんよ。でね、えと思って、なんかね、お話し会ね、メガネダメらしい。そうそう。えと思って、光反射して見えなかったって、もし、そうそう、
やけんね、もうね本当にね最後になっちゃった本当に最後になっちゃった。うん、後で見てください。そう、私ね普通にお話し会のテーマ決めた時に確かメガネ出して普通に OK ですって言われたと思うんですよ。時に普通にメガネしてたんですけど、なんか終わってからねダメってなって。そう、でも普通に研究生じゃなくなったら普通にできるんですけど、だからそれまではちょっとやっぱりお預けですね。そう、だからよかった。どうなんだろう、でも別にだからすごいレアでした。うん、研究生はダメだって。うん、いつまでかは分かんないけど全然、でもそれまではそう、コンタクトですね。あ、普通の多分伊達メガネはダメなんじゃないかな。普通のメガネはいいけど伊達メガネがダメってことかな。昨日はね完売しなかった、どこも。うん、でも普段しないからね、メガネところ伊達コンタクトって何伊達コンタクトって何髪のアレンジはダメですね。メガネ光っただけが本気って。本気。そう、そういうことでした。だから楽しみよ。まあ、撮っておいた方がいいなと思うので。全然目は全然疲れてないですよ。うん、あ、ありがとうございます。全然そう、引きたより。なんかね、完璧かどうかはねその場に行かないと分かんないんだよね。ごめん、何が、何やろ、何のごめんやろ。うん、ま、楽しみなときね、後にあったほうがいい。でもありがとうございます。完売どうなんだろうな。静香ちゃん。なんか今日あれやね、2と1がたくさんあるね。2021年2月12日なんか2と1がいっぱいあって分からんくなった。ぶつ切りしちゃった。あ、嘘、それでなんかこう秒数に気づかずぶつ切りってことかね。難しい。あ、そっか、今日なんかお仕事の方とか思ったんじゃない、日付よく書く方とかは。
なんか2021年2月12日、なんか難しい。うん、マイセンさん、あ、マイセンタンだった。マイセンタン、ありがとうございます。メガネ、ね、ラブレタワー、ありがとうございます。あ、かけ直した方がいいかな、ちょっとお尻が痛し、よっとらてっとたた、はい、確かに確かに、うん、ぶつ切られました。エアメガネ見ました。エアメガネ日付急に心配、え、どうぞ、大丈夫大丈夫、ちゃんとね、私書いてますよ、ちゃんと間違えずに書いてます、大丈夫よ。デジタルフォト、嘘、見えない、まだ嘘、なんかね、メガネできんかったっけね、なんかメガネしてる風で撮ったでもお尻が痛い、違う、今日なんでお尻が痛いか今分かった。今日レッスンでね、基礎レッスンだったんですけど、めっちゃね、なんか筋トレしたんですよ。しかもいつもはしない筋トレで、それからね、お尻の筋肉がね、結構ね来てるんですけど、なんかね、24時間経つまでに痛くなったら、ん？神経痛で、24時間経ってからの痛みは筋肉痛だ、なんだって。なんかね、今痛い人いるみたいな言われて、私その時痛くなかったんですけど、痛い子が2人がぐらいいて、じゃあめっちゃ痛いよって言ってた、明日めっちゃ痛いよみたいな、神経痛だったらめっちゃ痛いよ、でも神経痛だと、あの、なんか神経がもう、そこは動かさないでくださいみたいな、そこはもう動かさないでくださいっていう神経がもう叫んでるんだって。だから、でもそれにもいいことがあって、そのいいことは、なんか脂肪を、ん？そこをなんか燃焼するからみたいな、そこの部分だけ燃焼するから、何もしなくても普通より2倍の燃焼があるからいいよみたいなってこと言ってた。私もね、ちょっと痛いかなって感じ。でも明日がちょっと怖いなって感じ。なんかね、こうジャンプして足がふんみたいな、ジャンプして足をふん、なんかこう足がこうあったら、こうあるじゃん、足をジャンプしてこんな感じ、足がふんってな、うん、そう、開脚みたいな感じ、そう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 、うん、うんうん、前後にこう足が、こんな感じです。あとね、足があったらなんかこう
やらんとね、わからん、これは。なんて言えばいいんだろうね。もうね、説明がね、下手なんですよ、私。とりあえず筋トレをしたのよ。いつもは、いつもはしないような筋トレをしたの。多分実際にここでやってみたらね、多分何かがね倒れるからやめとく。またコップとかいろいろ倒しちゃうだろうから、飛ぶときに。うん、うん、足は前後よ。でも足でない、絵で描いてもね、わかんないかもしれない。そう、なんか多分私はそんなにね、ちょっとあんまりね、そういうことしたらね、何かがね倒れて私がこけてしまうと思うのでやめときます。うん、タンパク質食べないとね。そうそう、破壊をしていくから、どんどん。お話し会でやらんよ。もうね、こたつは汚したくないんで、これ以上。ラブレター受け取ってありがとうございます。お久しぶりです。うん、こたつがもうどんどんね違うものになっていくから、このままだと。違って、1時間目はないよ。みんなも真似しないように、私のこたつのようになります。クッキーがいっぱい。トルンさん、ゆびひめさん、たてさま、くもはさん、F渋谷さん、こたろうさん、大西くん、ゆっきーさん、ふくちゃん48さん、炭酸せんべいさん、たかおごんやん、いっぱいクッキーありがとう、りんさん、ぽにたろうさん、白野さん、高尾ゴンヤン、キチネさん、グレンさん、アオちゃん、イクコピョン、いっぱいクッキー、オウさん、テンネツさん、マイセンタン、ウッカリアンコさん、フジタモツさん、キチネさん、神戸のマッチさん、大西くん、マイセンタン、セイヤンさん、トシンさん、さてさま、いくこぴょん、よっちゃん、こたろうさん、広島のかっちゃん、バルボンさん、しのさん、キューピットくま、ありがとう。くま、ありがとう。高尾炭治郎さん、ヒーロさん、さとしんさん、しんじさん、テクさん、
リンさん、ヨイミンさんありがとうございます。明日もよろしくです。お待ちしてます。明日はバレンタインコーデですね。どんな感じかな、まだ決まってないんですけど。たかしさん、ありがとう。うん、よろしくですチョココーデか、楽しみすぎる。うん、またメールにも送ります。メールで全身送る。ありがとう。メガネ写真まだある送ろうと思う。今日ね、ちょっといい感じに写真も撮れたから、待ち受けにしました。嬉しい。待ち受けにするってさ、結構あれだよね、めっちゃお気に入りか、めっちゃお気に入りか、めっちゃ好きじゃないとあんまり待ち受けにしませんよね。なんか嬉しいなって思います。今日も可愛いな。おしゃれだった。そう、丸眼鏡だったんですよ。でね、しかもね、今日ね、髪の毛がね、一段とサラサラなんよ。嬉しい。そんなことない、ツンデレだ。アクスタトゥルルトゥルトゥトゥルトゥトゥトゥド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 ゥン。なんだかだるい感じ。違った。推しメンと待ち受け違った。ガオ。してるってことは好きなんですよ。文体がすごい好き。嬉しい。なんか嬉しいです。うん、違いますよ、手つかない違います。髪の毛長毛。うん、これでかい。これって着たことあったっけ。なんかあんまり覚えてないけど、ここを止めたい気もするけど。こうやってする、なんか学生いないこれする学生おらん。好きだから。耳も調子いい。耳の調子もあるよ。推しメンと嘘にするのと推しの仮装するの、推しの仮装かな。私はいつも村重さんにしてます。
長め安定してるイメージ全然よ。私前髪あ今日してるよね今日はねしてるレッスンだからねしないかなと思ったけど、うん確かにメイクする前の私みたいな感じよね。壁の調子もいい壁の調子もいい学生っぽい。確かに昨日に続きまた学生うん今日撮影だったらなと思う。なんか大事な撮影が今日あったらいいと思うけど、そういう時に限ってなんですよね。なかなか最近いい感じ。休日な学生さん。こっちなんか可愛い。いい感じにまとまった。紙留めねいっぱい持ってるの。この前集めてみたんよ。そしたらねめっちゃ持ってたね私。しかもねリボンばっかり。私リボン好きなんだろうな。リボンばっかり、うん、私がアクセサリー屋さん行ってね可愛いっていうやつね、大抵リボン二重バッチリ嬉しい。でもね、夜になったらどんどんね二重がなくなっていくよね。リボンコーデはもうね、準備しとる。これがね、楽しみにしとって。リボンコーデはねめっちゃね、私お気に入りなんで。多分いつもとあんまり変わらんかもしれんけど前世リボン全身じゃない、全身じゃないけど普通にリボン。一重っぽい時のそう、なんかめっちゃ目がねこうね、まぶたがねめっちゃね下に行ってる時あるんよね。朝の方がまだねめっちゃいい。白野さん、吉根さん、ポニ太郎さん、中村のおへそひゃん、吉根さん、サトルンさん、ありがとうございます。写真はね、私は左が好きだけど、右もあんま変わらないよって言われる時ある。調子いい日多いかな。そうかね。でも今日食べたおにぎりがめっちゃ美味しくてさ、平日の時おにぎりが食べるんですけど、今日はねなんかね卵とね卵焼きみたいなのが入ってて、おにぎりの中にと、あとなんか明太子みたいなのが入ってて、
あとマヨみたいな、明太マヨみたいなのが入ってた。めっちゃ美味しかった。ね、毎日もう目が変わる。どんなもんじゃ。そう、いろんな種類があるんよ。私は一番最後にいつも選ぶんですけど、そこからでも一番最後に選んでも何個か残ってるから、その中からいつも選ぶ感じ。おにぎりやんおにぎりやん。鮭さん、アーツさん、ん、リボン、リボン星人さん、 A ちゃん、なべこさん、ありがとう。うん、明太獣、明太獣、ツナ明太、ツナ明太、なんかまた美味しそうな。そう、卵焼きおにぎり、だし巻き卵やでしょ、だしたみ、だし巻き卵だし巻き卵おにぎりでしょ。いや、そう、めっちゃ美味しいもう私はもう、もうね、日常です。何かを間違えてるのは、何かを間違えていってしまうのは私の日常なのででも本当に美味しいの。もう噛んじゃうよね。噛んもね、私ね、なんかね、演技とかね、多分ね、向いてない噛んじゃうもん。なんかね、そういうゾーンがあるよ。何も言えない時のね、ゾーンがあって、キャラに入って意外といける。あ、そうなんだ。そこも好き、ありがとうあ、セリフを噛む役だったら、確かにセリフを噛む役だったら多分いける。あの、大丈夫まあ練習したらいいのかな。なんかさ、声がさ、私小さいからさ、いつも誰かに話しかけるときにね、え、なんでって言われんよ普通ボイスの時の私はね。でもなんか声のお仕事とかどうなんでしょうか。私、そう、なんかね、物語に入るのは好きなんですよ。表現者が好き。結束力を得た。ハキハキしてるか大丈夫？合ってるかな。ナレーション？ほう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 。ね、声質がなんかちょっと違うのかな。動き込みがいい。ナレーションか、なるほど。めっちゃ良かった。
かそういうのもいろいろ違う自分が出たらいいですよね。朗読練習したいだ、そういうのもあるんですかね。モノマネ、モノマネね、わかんない。この話し方声の仕事で、声の仕事って何、怖い仕事。訓練したら良くなるんですね。ほうほう。でも声、なんか私の声でなんかファンになってくださった方とかなんかいらっしゃいますもんね。楽しい。うん、ね、顔声好き、嬉しい。周波数周波数。あ、寝る前のね、ラジオっていうかそういう感じのやついいですかもね。嬉しいな。眠い、眠い声ですよね。まだいけてない。うん、全然タイムフリーね。いつでもお眠りください。でも私もなんかね、この前本当に配信聞きながらスチーマーとかスチーマーしながらね、配信ん携帯見たらね、うんじょうさんが配信してて、私好きなんですけど、そのうんじょうさんの配信聞いてたらなんかめっちゃいいなと思って、いいなと思いました。なんかね、なんかしながら、ながらでもなんか聞いてて落ち着くなみたいな、落ち着くなとか可愛いなって思えるような配信っていいなと思った。そう、今配信してらっしゃいますよね。そうだから、みんながそうやって言ってることって、あ、こういうことかと思って思いました。うん、そうそうそう、だから私の配信ってなんで面白くないのにみんないつも出てくるのかなと思ったら、あー、こういうことかなと思って。そう、作業用っていうか作業用に聞いてくれても
いいなって、うん、え、面白い、嘘面白いかそっかそっか、まあいろいろあるんですね。でもよかったよかった。うん、あ、着始めたばかりで、いや全然嬉しいです。自分では気づきにくい方法、うん、さっきからお腹が鳴るんですけど、なんだろうさっきからなんかお腹鳴るんだけど、なんかこんなに食べたのに、なんで、うーん、消化かな そっか、うん、さっきから何度かなってたけど、なんか今すごいなったから言ってみた食べ過ぎか、今バレンタイン企画をしている。お、そういうことですね。ラブレターとかクッキーとか、まあ人間だからしょうがないさ。そう、健康の印だから。お腹が鳴るっていうのはね、健康の印なので。うん。歌ってる時の表情。そんな、そっか。嬉しい。健康な印みたいですね。目綺麗やばい、なんだろう、今日今までで一番鳴ってる気がする。ふふ、いくこぴょん、せいやんさん、ヤッシさん、福ちゃん、48さん、ありがとうございます。 ありがとう。国彦さん、ありがとう。 ありがとう。キチネさん、白野さん、あ、国彦さんもう一個、ありがとう。お腹の音とのコラボ。太郎さん、 A ちゃん、ありがとう。鮭さん、青ちゃん、クマキューピット、ありがとう。ほんとかわいいね、クマキューピットちゃん。トモさん、ルーム長さん、早福さん、ハトシンでおにぎりさん、トモさん、ありがとう。なり柱中島さんがもしこれを見てくださっていたらね、きっと爆笑してくれてるかな。うん、コラボありがとうコラボみたいになっちゃった。うん、そう、私のお腹が鳴っておりました。音量上げんくていいのよ。蝶柱か、うん、もっと可愛いのがいいな
ございます。よろしくです。イヤホンに切り替えんでいい。ラブレターの中身、あ、違うの、ラブレターの中身、うん、そう、アイドルも人間なんです。イヤホン、イヤホンか、唇のやつできた？唇？あ、本当だ、ハート、唇もあるの。イヤホンにしなくていい。あ、本当だ、唇出てきた。唇とハートが出てくるんだ。いや、お腹の音とバイクは分かって。お腹の音かバイクなのかは分かって。人間味で笑えた。確かに私は人間味は、人間味があるって言ったらおかしいですけど、いや、ノイキャン、ノイキャンじゃなくていいんですよ。あら、気づいたらもうこんな時間なんですね。クッキーかわいいね。ライムちゃん、イクカピョン、 A ちゃん、 H さん、ありがとう。高さ高し、サイヤン生きてるよ。ナイキャン、ナイキャンは愛し、安心せん。神戸のマッチさん、ヒゲジさん、クモハさん、 A ちゃん、なるみさん、ありがとう。キチネさん、ありがとう。うん、もうね、明日はお昼かなので寝ようと思います。ゆうさん、ふくちゃん、ありがとう。ともさん、ありがとう。ラブレターを2000個獲得するとメンバー名前入りのバレンタインアバター実装される。え、なにそれ、すごい、名前入るんだ。ボムさんね、そう、私のチェキか、私のチェキか、あとバレンタインのあのなんかハートのグッズが当たるみたいです。世界に一つだけのアバターもらえるんだ。そう、ハート型のやつ。国彦さん、たまさん、天熱さん、ありがとう。あるかな、私のなんか、あ、そう、貯金箱だ。私ね、もらえたんですよね。どこに置いたっけな。ハートの貯金箱もらえる。なんかね、みんなに見せようと思ってね、近くに置いたんですけどね、近くに置きすぎたらね、わからんくなるんだよね。どこ行ったかな。
明日また見せようかな。うん。布かわいい。明日よろしくです。なんかね、どこ行ったんだろう。なんかね、準備してる時ほどね、ないのよね。あ、あったあるじゃん。あるじゃん。なんかこんな感じです。時期は。あとリンちゃんとの。じゃん。にえ。これはね、何枚かあったうちの1枚がね、選べるんですけど、写りがいいやつをね、あまり良くない方。うん、これが当たるみたいです。なんか似てるね、りんちゃんとの私の服。お揃い色違いではないのか。でもすごい似てる冬服。こんなに似てたんですね。気づかなかった。なんかね、そのボムさんのでね、なんか私とさやかりんが2人でこう写ってるのがあって、いつだって近くに仲間がいたみたいな書いてあったんですよ。なんかそれ見たらね、なんかすごいね、感動しちゃってさ。ちょっと待てよ、あんまりちょっとこれはあんまりちょっと考えすぎたらね、また危ないもの突入するのでやめとこう。そう、あまり考えずに言うと、確かに改めてそうだったなと思って、そうそう、あんまり感情そうそう、ちょっとね、自分の気持ちを言うとこうなっちゃうんですけど、一旦飲んで。もうね、私は すでに来てる。そう、これからね、心がつかまれた。猫やん。猫やん。
たメールで言います。メールだとね、泣いてもわからないから。うん、そう、めちゃめちゃ私はグッときました。でもね、みーちゃんに、ね、連絡はねしてるんですけど、いつでも返事もね来たらいいなって思うし、うん、いつでも待ってるし。うんね、よし。あんまり会えたと私の涙腺が、なので今日は今日の握りは美味しかったなって思うことと、いろいろね考えすぎたらダメですね。そうそう、あのね、なんかちょっとした幸せっていっぱいあるなと思ってさ、あだのおにぎりだったの。うん、メガネ、そうそう、ご飯がね美味しいだけでなんかもう幸せですよね。なんか私もいろいろあるかもしれないけど、
なんか生きてるだけでさ、うん、いいなって思うし、てくれてるだけでいいなって思う。そう、なんかね、笑ってる方がいいなって思った。襟なしだね。命というものはなんか急にこうね、なんか儚いんですけど、でもなんだ、もう生きてるだけでなんか。いいなって、うん、思います。うん。だからこれからの人生もなんか笑ってる時の方が多いといいなって思いました。今日はこんな服です。だからね、みんなも、みんなにもずっとね、いろいろあるけどね、なんかね、こういう時代になって笑ったりすることもね、少なくなってきたりしたかもしれないけどね、お話し会とかでなんかみんなと笑うだけでなんか楽しいし、うん、配信とかでね、笑ってくれたらめっちゃ嬉しい。ね、そう、私の配信がとかメールがね、楽しみって言ってくれる方ね、ファンの方がそう言ってもらえ、言ってくれるので、その楽しみになれたり笑顔の理由になれるのは、私がこう私の存在というかアイドルになってよかったなって思う。めっちゃ深いですね。めっちゃ笑ってますね。ニヤニヤも笑い本当に、ね、本当にね、出会いは本当にこんなに素敵なことなんですね。出会いってこんなに素敵なんだな。
かった。ありがとう。あ、支援をね、ありがとうございます。メガネ、メガネはだから、うん、いつしようかな。明日のお話し会はどんな感じなんですか？明日ものはバレンタインコーデです。でもよかった。ね、きっかけは本当に些細なことが多いんですけど、でもね、嬉しいよね。笑顔でいてくれたらそれで十分って。優しい。私もそうですよ。うん、みんなにね、一日の何でもなんかいいことが増えたらいいなって思います。ね、17日ってなんだっけ。17ってなんだっけ。本当だ、もうすぐ終わっちゃうね。まあああ、発売日ね。発売日ですね。なんか公演かと思った。発売日ですね。本当だね。なんかしたいですね。発売日に。でも、なんだろう。なんかあったかな。ね、めっちゃ重要なことだ。何かありましたっけ。確かにね、生写真は入ってるかな。私の生写真は入ってるかな。ね、そう、ローソンさんね、なんかそう20分ぐらいね、そう、でも聞けない時もタイミングもあるみたい。そう、ツイッターのね、キャンペーンもありますね、ハッシュタグのね。今日サラちゃんの誕生日だよね。あれでしょ、あのさらちゃんと言ってもさらぴじゃなく清水さらちゃんの方ですね。
40分もいて、あら40分も、そんなにあんまりなんや、ありがとうそんなに待ってくれて。そう、しみさらちゃんですね。しみさら、さら2倍の方ですね。さらちゃんの子供はね、ずっとね、戻ってくるのをね、みんなで待ってるから、ガン見された。そうだよね、あ、誕生日の方多いんだ。美人さんが多いですね。ペルペル、あ、ペクチペクチ隊ね。ね、そらちゃんはね、本当にね、なんかね、少女ですね。ずっと少女ですね。でね、なんだろう、ステージに立っててね、さらちゃんはびっくりするほどね、もうすと違う。もうね、私最初ね、めっちゃね、ステージ上のね、さらちゃん、しみさらちゃんをね、あの、想像してたんで、めっちゃ、あ、なんか怖いって思って。なんかね、すごい年下なんですけど、怖いって思ってたんですよ。うん、そう、みんなが言ってる感じで言えばプロリンですね。清水プロみたいな、みんな言っとるよね。そう、怖かったの私。でもね、気づいたらね、気づいたらめっちゃね、ねえさあよーみたいな感じでね、めっちゃね、あの、ぐいぐいね、あの、話しかけてくれたりしてね、あれ全然違うぞと全然違うぞと思った。もうね、愛されキャラですね、みんなの。そう、めっちゃめっちゃ、そう、めっちゃ少女だった。私よくね、楽屋でそのプロリンとももちゃんと3人で一緒にいたんですよ。謎に3人でね、話したりしてたんですよ。今はね、ももちゃんとよくいます。そう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 。おしゃべりできたけど、めっちゃ可愛い、好きすぎる、え、嬉しい。ゆあちゃん、シュガちゃん、ありがとう。女だしじゃないけど、話なんかね、なんか話ね、合うよ。話が合うっていうか、なんか二人が話してるのをなんか平和に見てる、平和な目で見てる。カラオケ配信、あの、2月中にします。カラオケルーム配信、うん、こんな感じかな。うん、なんか確かに保護者感あるな。確かにちょっと保護者感あるな。そう、下打ちタルタルも食べたいし、確かに、まあ待って。ママって、そう、私ね、なんか全然違う話なんですけど、なんかね、なんか誰にでも同じでいたいというか、なんか人によってね、なんか態度を変えるような人、なんか時々見るんですけども、
それが私はね、それがちょっとどうかなって思うんですよそう、うん、なんか強そうな人にはなんかうわーってなんかこう持ち上げるような感じで、なんかそれでちょっと弱い方にはなんかうわーみたいななんかそれがね、私はやだ。だからなんか私はよくそれ弱い人なんで、そう弱い違法にされる受け身だったんですけど、なんかそうそう、まあそんなね、いっぱいいるんですけど、うんね、だからなんかそれはちょっとやだ。って思いますね。なんか学生の時とかよくいますよね。なんか私はもうね、いかにも弱そうな人間なので、なんかそっちにされる時はありますけど、え、ごめんなさい、嘘、ごめんなさいって。ごめんなさいって。お、じゃあそろそろ終わろうかな。いくこぴょん、藤田もつさん、えいちゃん、よっちゃん、きちねさん、中村のへそひゃん、しんやさん、しんや W さん、しなさん、そうやんさん、しろなさん、まいせんたん、えいちゃん、たばやんさん、せいやんさん、きちねさん、えいちゃん、くま、ありがとう、りんさん、バルタンさん、へらへらしょうたさん、すしや、わあ、ありがとうございます、すしやさん、ありがとう、バルタンさん、よっちゃん、クッキーさん、高尾ゴンヤン、ゆうきさん、ファンタさん、セイヤンさん、バルタンさん、ケイティさん、ナリさん、大西くん、ユッキーさん、イケコピョン、ありがとうございます。クマハさん、神戸のマッチさん、ありがとう。はい、じゃあね、ありがとうございますじゃあ次、壇上変わったら言おうか、読みましょうかね。そう、私はね、そうやってね、なんかそうやって弱いものをね、なんかそうする、ぶつかっていく人はね、にぶつかりたいですね。うん、みんな大好き。そうそう、あ、最後の癒し、ありがとう。こちらこそありがとうございます。今日も見てくださって、
全然ありがとう。うん、吸い込みセーフです。ねえ、派閥とかもなんかね、みんなが平和がいいですね。そう、ぶつかられたい。もう見て寝ます。お、寝る前にね。うん、別に今がどうという話では全然ないんですけど、なんかそういう風な人生がいいなと思います。まあ、自分が損することが多くなると思うんですけど。そう、もうね、平和が一番本当に。お、変わったかな。お、お話し会明日初。お、じゃあ楽しみにしておきます。でもみんなが、でもでも、もしファンの方が自分が嫌いっていうならね、私がファンの方が好きなので、あのね、みんながみんなとか自分が嫌いなわけではないので、しっとり配信やって感謝。いえ、こちらこそ。うん、じゃあ今日の1位はマイセンタン、ありがとうございます。パチパチパチ。ラブレタワー、ありがとう。2位はふとしんでおにぎりさん、ありがとう。キーピットタワー、ありがとう。そして3位は A ちゃん、ありがとう。今日はありがとうございます。そして4位はくにひこさん、ありがとう。そして5位はあおちゃん、ありがとう。そして6位はせいやんさん、ありがとう。7位はケイティさん、ありがとう。そして8位は高尾ゴンヤン、ありがとう。パチパチ。1位はしのさん、ありがとう。そして10位はイケコピョン、ありがとう。そして11位はサイアン名人リンさん、ありがとう。笑ってる。そして12位は元気くん、ありがとう。そして13位はおにぎりやんでした、ありがとうございます。あと3分だ。はい、バルタン太郎さん、大西くん、白野さん、よっちゃん、天熱さん、きちねさん、おたて様、中村のおへそひゃん、なりさん、しんじさん、ゆうきさん、まさとしさん、けんたろうさん、いなっちさん、ちくわドーナツさん、なぴちゃん、ぷくさん、さんぱちさん、いもけんぴさん、のぶいちさん、34位がありまるちゃんでした。ありがとう。パチパチパチ。ふふのふとな。ありがとう。明日はよろしくお願いします。お待ちしてます。そうね、始まりがお昼からだからちょっと遅めですね。よろしく。
リンさん、シロさん、キツネさん、パパミチさん、カツヤさん、リンさん、ありがとう。お話しましょう。ゆっくり休めるとき休んでねって。いえいえ、こちらこそ。キツネアビアに行く。楽しみにしてます。いっぱい笑いましょうね。筋肉痛なってるかもしれない。ありがとう。確かにね、寝れる時に寝よう。おやすみなさいやん。うん、私ももう早く寝ます。早く寝ることにハマってるので。ハトチンさん、ありがとう。じゃあおやすみなさーい。おやすみー。